今回は予告通り 27V2EX の詳細と機動走行編をノーカット2部構成でお送りします。まず第1部、長いのでぽやーと視聴がおすすめです。YouTube にも完全体の 2EX の動画は皆無のようです。当時酷使されて乗りつぶされて多くは消えてしまった。完全に若年層ユーザー狙いだから仕方ないけど、今日フルノーマルの 2EX はなかなかありません。綺麗な個体でしょう。室内で盆栽なので色味も当時のまま。この明るさ、派手さは80年代中期の特徴、世相丸出しなんだよな。パステルカラーが大大流行、メッキパーツはキャリアのみです。服や雑貨はおろか、家具家電までパステルカラーが流行った。当時を知る人はアラフィフおっさん間違いなしわら。直線基調の角張っているデザインが素晴らしい。端正な顔立ち、初のカウル一体式フェンダー。さすがヤマハのセンス、ルックスは最高だぜヒップアップデザインも 27V から始まっている。ドデカコンビテールもアイデンティティ。文字盤を凝視すると、ある疑惑が湧く。わら。これ本当に60キロですか？本当は、ごほごほむにゃむにゃ。わらわら。燃料系&新設コーション。これは一貫して 27V 共通だ。タイヤ指定空気圧、前輪 1.25kg、後輪 1.75kg って、低すぎないか、これでいいの。こんなコーションもあるだよ。白色はパールカラーなんだよねー。兄ちゃんいいリズム刻んでるじゃねえか。メッシュバスケットとインナーボックスはヤマハ純正オプションパーツです。いい天気だなー。ほらよっと、バックします、バックします、バックします。よいしょっと。余裕のパツ位置。いいバネしてんじゃねえか。早い。ザクとは違うのだよ、ザクとは。白煙がまるで漫画のようだ。現代でも、遜色ない機動性。いいな、むしろ上か。1983年デビュー以来、破竹の快進撃、圧倒的パフォーマンスを誇った 27V も、
3年後には陰りが見えてきた。1986年、他社製がホンダ DJ1R、鈴木ハイなどのハイパワー車を市場投入、巻き返しを図る。そんな中、メーカーチューンドとも言えるパワーパッケージで、ライバル性を迎撃したのがこの 2EX なのだ。可愛い見た目に騙されてはいけません。でも可愛いよなぁ。なーんでーこんなーにーかわいいのかよー。ジョグという名の宝物のー。旧制度。もう一丁旧制度。1986年、何やってた？一気と変わら？激辛ブームとか、女子は眉毛ボーン、の、時代わらわら。これ新車で買った人も、最年少で49歳です。33年前の車両とは、思えない。すごく小回りがしやすい。当時2ケツで黒タン 90cc から逃げれたわら。いやマジで。あ、忘れてたけど 2EX は、ホイールが白色です。銀色は存在しません。超低速走行、軽いのに安定している。やると思った、わらわら。今のは失敗、わらわら。
問題のシーンが来ますよー。わら。どうなった？なあんだ、こけなかったのかよ、ち、わら。黄色ナンバー2種登録すれば、街中の流れは十分リードできます。ちなみにオイルはヤマハ純正2ストオイルです。2ストオイルは純正が一番安心感あります。ノーカット版いかがでしたか？多少の参考にはなりましたか？懐かしい昭和、80年代の忘れがたみ、2EX でした。後半へ続く予定。